モコと申します。欲張りの種族値ってさ、なんか高くない？最近の序盤ノンアルポケモンって種族値に無駄がなくてすごい強いですよね。まあって感じでね、ちょっと今回使っても欲張り率なんですけどもね、まあもう物理特化してます。物理特化して素早さ最地です。これ素早さ最地のんきで、素早さ逆 V で、この子腹太鼓覚えるんで、しっかり積んで火力を底上げしてから、まあ物理受けながらね、あのじゃあ種爆弾とかワイルドボルトで、苦手なポケモンをしっかり倒していく。で、その裏にこのトゲキス、まあ、虎の意を狩る狐ということわざがありますけれどもね、この原始の力持ちトゲキス、こいつを使っていきます。なんか最近妙に強運キス増えてるじゃないですか。なんかそれがちょっと嫌なんで、天の恵みの強さっていうのを改めてちょっと知らしめようと思って、その力を最大限活かすために原始の力。まあ、安田氏の理不尽なひるみゲームもちろんのことを原始の力で、これ20%で全能力を上昇させて、もう全無双するみたいな。まあ、持ち物はもちろん弱点保険です。まあ、とにもかくにも最近ちょっとこの欲張りすとトゲキスをセットで使ってんねんけど、思いのほか相性補完ができてていい感じだったので、まあそれをちょっとみんなに見てほしいっていう感じの動画になっております。これで結構勝ててるんで。はい、マッチしまった。カイトさんよろしくお願いします。パルシェン、ギャラキッス、そしてエースバーン、さらにはサニーゴ、カットロトム、ヒートロトム入れるべきか。これは欲張りすがね、よく見かけるこのキッスギャラっていう並びにめちゃ強いんで、ちょっとこれ今回欲張りすさすがに選出したいかな。初手エースバーンとかだとちょっとめんどくさいな。初手に多分キッスだのなんだのって来ない、いやありえるか。ドリューズから入るのがでも結局一番楽やな、これ。ドリューズ、トゲキスかで欲張りすかな。あー、ごめんなさい、ちょキスここで選出してんのはようわからん。いや、サニーゴは怖かったけど、サニーゴはあれやな、あのサニー、うわ、そうやな、このサニーゴは怖かった。俺サニーゴ怖くてドリューズいっちゃった、ドリューズじゃない、キスいっちゃってんけど、これあれやな、だったらなおさらあの猿でよかったな。一回交換しましょうか。うん、まあまあ、この、まあ、とりあえず特殊で、これで本当に物理に関しては噂の関係でね、しっかり出てくるんで、ちょっとここさすがに、そっか、サニーゴ刺さってるのが、なんかやけに出てくると思った、俺のパーティーに。サニーゴがきついんや、俺のパーティー。そして謎の力吸い取るされたせいで、これは結構助かった。これは初手力吸い取るのせいで助かったけど、普通やったら鬼火とか打つもんだと思いますけどね。これ、あの、原始の前っていう、あの、こいつにしかない、あの、ワルト組があるんで、これ積みます。今日10発ぐらい打って、発動回数ゼロやからそろそろ食うやろ。こねー、うわ、ステルスロック曲がれて最悪や。最悪や、これ。ちょっとここマジで、ちょっと詰めたらマジでかいんですけど。この、これ原始の力粘るぞ、マジで。粘るからな、俺。冗談抜きで。20%だった。20%やぞ。20%。うわ、最悪やけど。まあ、じゃあ、安らしでゴリ押すしかないか。まあ、剣士の力、威力がめちゃくちゃ低いからね。威力60。うん。まあ、でも、突撃相手じゃもうほぼ回復とかできないやろ。エアスラ連打して、もうひたすらこれでちょっと突破するしかない。オッケー。まあ、まあ、基本的にひるむ確率の方が高いっていう、意味わからんことになってるから、こいつの。天皇恵みエアスラッシュは。はい、で、行動できずに、あの、死んでも、もうあれやで。もうだって、こうなるゲームやからな、実際。だからそう、サニーゴはマジでこれで突破するしかないなっていうのが頭に伸びて、キス選択しちゃった。しかもとどめの原始の力で俺能力上昇もワンチャン狙うからね。俺当たり前よ、そんなもん。来た、おっしゃクソやん、マジやってること。おお、ノラレボで発動したかまさに天の豪運、天から授かった恵みですよ、これが。やっぱ最近キス、強運キスだの何だの流行ってるけどね、結局こっちなんだ、やっぱ。で、これ、パルシェンに辛いぶ積まれると抜かれるから、ダイジェット行こっか。ここでダイジェットしちゃえば、辛いぶされても、こっち2段階上昇ってことになるんで、抜かれない。多分辛いぶしてると思うんですよね。ここで俺がダイジェットしないのにかけて、まあ、助けやんな。助けで耐えて辛いぶだと思うんですけど、あの、原始の、うわ、ちょっと待って、強運だった、もしかして俺のキス。ワンチャンこれ、性格強運な可能性あるぞ。ライブ、オッケー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 。これもう相手罪かな。これでほぼ罪だと思います。全能力上昇神トゲキス、これをやるのがね、なんか一番早いんじゃないかなっていう風に正直思ってきてますね。
ちょ状況見てみますか。そっか、攻撃は2回下げられてるのか。まあでもむしろ関係ないや。はい、ダイジェット。一応相手まだダイマックス残ってるから、そういう意味では俺先にダイマックスとこれ2ターン使っちゃってるんですよ。ちょ、ほんまに今日や、え、今日、え、天の恵みのはずや、俺のキス。はい、マッチングしました。朝日さんお願いします。サザンドラ、ギャラドス、ミズロトム、ブリモン、カバルド、ミミック。いや、これブリモン、カバルドの並びがめっちゃ怪しい。なんかあのカバルドなんかアタッカーのさ、ダイマ切ってくるやつちゃうろうな、これ。だとしたらまあ、むしろ役割さん流せるから、それはそれで好都合やねんけど。サザンドラか。いや、これ投げつけ猿から行きたいっすね。投げつけ猿からかましたいけど、ブリモンどうやろな。ブリモンも多分ないよな。初手カバルドンかな。じゃあだったら俺ウッウ使いたいねんけどさ、だったらウッウ使ってやりたいんだけど、欲張り刺さる。ドリューズ間に合って、オッケー。結局カバルドン来るんかい。おもろないのお前は。あくびされちゃうんすよね、これ。あくびされるとマジでどうしようもないし、だったらウッウやったな。いやー、この並びマジで欲張りさ、腹太鼓して種爆弾打つしかないわ。頼む、なんかあのミスてステルス。オッケー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 。いや、これならワンチャンいけるな。さあ、ここで欲張りさ、ちょっとあのこいつの HP 最初なんかあの227になってて、あの中途半端だったんで調整しました。226に変えて、その分攻撃にあの振ったって感じですかね。もうほぼ変わらんだろうけど、ここで初ターンにこれ打つことによってしっかりと発動していくっていう、この大袋が。まあこういう砂嵐とか吹いてる場合はあんま関係ないけどな。一応こうすれば欲張りすでカバルドンはいけんねんけど、結局これあくび食らっちゃうんで、ただ初ターンのこのステルスロックマジでかくて、確実にここ種爆弾一発与えられる。それが大きい。さあ、その嗅覚を研ぎ澄ませ。欲張りす、お前の獲物は一体どこにあるのか。あ、これホエル撃ってる相手。オッケー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 。これね、そう、倒せないんですよね。A に振ってないと。吹き飛ばしか。まあでもこれ、結果的に、マジでこの選手的にきつかったカバルドンを突破できたのではでかい。で、ドリューズが出てくることによって、相手特にそのお盆の実とかでもない。あ、ただこれイバが食い込んで、タスキが破壊されたのは若干痛いが、なんとかカバルドン突破できた。いやー、このためにね、なんかカバルドンめっちゃ呼ぶからさ、ウッ入れてんねんけど、ちょっとここで、初手カバルドンはね、やっぱウッ行かなあかんかったな。戦術的にもなんか出せそうではあったしな、ウが。ちょっと水ロトムとかがちらついて、できなかった俺には。ギャラドス来たよ、おい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 。いいんすか、ギャラとか使っちゃって。じゃあまあ、眼風でとりあえずしばくか。竜舞とか積むのやめてな、ほんまに。いや、これ、いや、もういけるわ。これ、まあ、あの、地震過剰をここで発動されられんねんけど、まあ、これはもうしゃあないっすね。どの道、あの、後から出せないんで、ね、後受けができない。星返すじゃ。ただ、もちろんギャラに対して、この多分、どうやろうな、ダイサンダーで落とせると思うで。ダイサンダーもギャラドスを受けられないっていうのを気づいて入れました。あー、オッケー。しかもなんか、めっちゃ削ってる。この急所、この急所もしかしたらでかいかもな。アギラザイストリームがっこりしばき倒されていく。オッケーよし、なんとか星ガリスでギャラを突破できるぞ。ただここでなんか即出ししたらなんか第3弾読まれそうやけど、まあそれはしゃあないよ。まあ、そもそも星ガリスはね、このギャラドスに、ただこれ大ストリーム、次の大ストリーム耐えるかどうかやな。大まで耐えると思うけど、これ耐えんかったらちょっともう解雇やな。腹太鼓を詰めてないと通常のやつは確実取れないと思う。ただもうあのドリューズがめちゃくちゃ削ってくれたから、これならおそらくいける。で、地震過剰プラス雨大ストリームもこいつの耐久力であれば、まあどうやろうな、 70% ぐらいのダメージを抑えられるんちゃう。これでコロッといかれたらもう無理。いや、まあ、てか、急所でも耐えると思う、さすがにこんなの。
耐えなきゃおかしい。うわ、なんという耐久。思った以上に残ったな。はい、第3打でギャラ突破していく。いやー、地震過剰雨大ストリームをまさかの耐久力で耐え忍んだ男。ロトム、これ何ロトムやったっけ。水ロトム、オッケー、種マシンガンでいける。大草原でいける。あ、ただ、これ、ちょっと待って。待って、ここのドロボン耐えないんじゃう？耐えてくれてありがとうございます。そう、欲張りすは、特防もそこそこあるんすよ。そこそこね。あー、なんかちょっとあんまり削れへんけど、こんだけ削れば、あとはあの、猿のインファイト圏内に多分入ったやろうから、いやー、マジ頑張った。そう、あとこの大草原とこの地味で回復も相性がいいっていうのがね、あるんですけど、まあ、これ ロトムが、どうやろうな、スカーフとか、最速スカーフだったら、これ、猿抜かれんねんな。ほうで、あ、スカーフしなかった。あー、よかった。さすがにこれ、インファでさ、ロトム落ちますよね。最近、マジで、化石頭になってくれてる。これはこの、豪華猿じゃない、投げつけ猿や。そのインファイトで、さすがに、まあ、落とせるでしょう、ロトムは。いや、欲しがりさ、あそこよく耐えた、これ。どう考えても不利やったで、状況的には。頼む。まだ今。え？なんか相手が鬼火撃ってくれたおかげで勝てた。よかった。なんで耐えられたん、俺。なんで耐えたん？なんで耐えるん？おかしない？こいつおかしない？このトム。何これ？耐久振りってこと？よかった。ドロポンやったら多分、まあ、当たってたら死んでたよな。ありがとうございました。いや、マジヒヤッとしたわ。さあ、そろそろちょっとね、真面目に順位を上げていきたいんですけども、高橋さんよろしくお願いします。サザンドラ、ギャラドス、そしてその他いろいろということで、これね、初手ヒヒダルマが結構ありえそうな気がしていて、そうだな、ドリューズでそのまま貫いちゃうのが一番楽ではあるんだよね。てか、その方が鉄砲でやばい。これドリューズは最後のロトムとか来た時に掃除トーマンと取っとくと、初手もう欲張りすか行くわ。ちょっと欲張りです、欲張る。で、ギャラドスじゃなくて、サダンドラとドラバルドはもう溶けキスでぶん殴る。まあ、正直、こういう選出になったのは仕方ないね。ウーとか使ってやりたいけど、ロトム受けられないからな。初手、しかし、相手はドラバルドから入るという選択。これ、鬼火とかもらっちゃうと、ちょっと鬼欲張りすがね、ゴミバリスになっちゃうんだから、きついだな。タネマシンガーも効かないし、ちょっとここ初手から交換、ちょっとあんまり気が進まないですけど、溶けキスに変えますわ。ちょっとこの初手欲張りすは欲張りすぎた。で、キスに受けられて、ドラゴン取ってこないかな。オッケー。まあ、これ割とね、素直に打ってくるケース多いし、しかもここで入れたのがでかい。ドラゴンってことは物理型だから、まあ、一応、最後ドラパルトも一応欲張りすなんとかケアはできそうな感じで、これだ、多分ね、ロトム来そうなんだよね。原始の力直打ちしていい？俺、もうロトム読みで。ロトム以外ないでしょ、だってこんなとこ。ロトムか、バンギ。なんか原始の力でいいや。これが俺のワルダクミです。僕のトゲキスはこれでワルダクミするんで。バンギラスは一番めんどくさいやつやーん。まあ、てか、ダイマックスおそらく切るんでしょうね、相手の方がね。現象の力、これでなんか、能力上がれ。20% ですよ、これ。20% だから、20% 引けないー。なんでだよ、お前、ワルダクミ、悪の波動のヒレミはアホみたいに引くのになんでこの 20% 引けねえんだ、俺。どうしよう。多分、ここで相手でおそらくダイマックスを切ってくると思います。しかもさ、欲張りすでなんならそれ受けちゃってもいいんじゃない？これちょっと溶け、そうだな、これ溶けキスがダイマックス、溶けキス残す、それともドリューズの助けもったいないけど、ちょっとドリューズで受けに行こうか。多分ダイマックスですよ、これ。ちょっとキスさすがにここで切るのもったいないかな。ダイマでしょ、どう考えても。ダイマックスをしに来てるとしか思えない。ドリューズでちょっと、マジで普通に殴る。それちょっと危なくない？危なない、それ。
これ一回砂に地震打ちます。じゃあなんか今ギャラでサザンドラ、これは冬だけど貫通するんで、見れたな。相手のパーティー全部見れた。まあ、こっちも全部明かしちゃってるけど、ちょっとこの地震結構でかいよ。これもちろん相手さ、冬ってのは分かって繰り出してきてんだよね、地震で。悪の波動、あ、このやめてマジで。これでヒルんだらほんまにクソゲー認定するからな俺。よしってことはドラパルドが来るから、ドラッパ来たら物理やから、そこもう星ガリスで腹太鼓決めちゃっていい気がするんすけどね。ドラパもちろんここで来る。ドリューズはまあもう諦めるでいいと思います。ダイフォロー、ドイフォローかな。欲ベースも見てるしな。なんか第2のあったっけ。でもトゲドラゴンアロー打とうとしたらトゲキスがちらついて、ゴーストアロー打とうとしたら今度は星ガリスがちらつくっていうこの状況で、何かあるかドラパルド。まあでもバンギにね勝てるからね、星ガリスでここちょっともういいわ、切っちゃおう。なるほど、火炎放射器か。まあ、一応役の中で持ってるってことか。ただこの火炎放射ね、多分そんなに威力ないと思うんですよね。これ多分ね、普通のトゲキレースで行っちゃった方が手っ取り早い。で多分これ大魔切って大スチルだと思うんですよね。これもキッスで大ジェット行っちゃっていいか。マジでそれでも切らないか。これバンギの弱点保険が嫌なので、大バンで晴らしておくか。ここ大フェアリー打つと負け筋になる。向こうのオッケー、これ向こうのまあなんかそのロックかなんか分からない、まあ、特殊って一回見てるから多分普通に大サンダーだと思うんですけど、こっちが先行取っちゃうんで、これ一回大バンで天候晴らしてから向こうの弱点技を食ってダイマックス切ってかな。一回大バーンの方がいいと思う。これは大フェアリーじゃ絶対落ちない。バーン。うわ、なにこの特防。特防のお化けやん、これ。特防お化けやったんか、サダー、こいつ。サダー打ってこい。いや、マジで。相手も弱砲ケアしてるってこと？弱砲しっかりケアされてるのか。特防下げてから大サンダー打ちたいってことかな。さあもちろん大フェアリーも行っちゃってもいい気がするんだけど、多分耐えられんねんな。もう耐えますよねバンギー。しかも多分特防下げられても第3弾ちょっとまだ多分耐えるから、ごめん、これもう一回大ジェットでいいっすか。あのねバンギーの弱点保険発動させる方が負ける確率が高いと思う。お互い弱をケアし合うっていうじりじりとしたこの詰め合い、ここで第3弾に踏み切ると思う。また今また切ってるってことだったらこれは多分落ちないです。耐えますこれ。オッケーオッケーオッケー。はい、結局ケアしたけど発動してしまうのが弱点保険っていうアイテムですね。これバンゴリと発動して、でこうなってしまったら元々のその大フェアリー抜群よりもマジカルシャイン抜群の方が火力出るんで、おそらくこれでバンギラスは落とせると思います。まあ特防も今ちょっと天候晴れてるからいけるんでね。しかも大ジェット一回積んだことによってスカーフドラパルドの一応対策にもなってるっていう、まあそのスカーフドラパルドの速度によるあの速さによるけど、いやーやっぱジャックコケアしたいよな、わかる。ただ正直そのバンギはキッスに勝てないバンギや。あ、いかんいかん、これも結局トゲキスが強いだけって言われちゃうな。助け持っとっても、まあ裏の、よし、OK。ありがとうございました。
これ、俺負け筋作ったかもしれん。欲張りすでジャイロボール一発当てて確率に次大土の方が良かったかな。ここエアスラ連打でひるみ連発されたら負けちゃうわ。負けちゃう。お願い、ちょっとやめて。いや、なんかワンチャンこいつ物理型説でできてるから。いや、まだそう、さすがに特殊やん、特殊、特殊やんな。ああ、ひるみました。